皆さんこんばんは。 HT ラジオのお時間です。 MC のシュウです。マサです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回の動画はですね、はい、アムロちゃんですね。アムロナミエさんですね。アムロちゃんの、はい、カップリング2曲ですね、はい、についてお話ししていこうと思います。はい、1曲目がブラックメイクアップですね。はい、これレッドカーペットのカップリングになりますね。そうですね。いやー、これまたねダンサブルでね。これダンサブルですよ、うん、これ結構ねロックな感じかなって印象ですね。うん、まあ、イントロのね、そうですね、あのギターから入ってね、チェッチェラ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 から入って、ダンサブルな感じな曲なんで、ロックダンスな、ロックダンスでね、非常にノリが、うん、ノリいいっすね。いいですよね、ノリがすごくいい、本当。やっぱこうこのブラックメイクアップってこう、はい、タイトルが結構なんかインパクトがあるというか、インパクトありますね。そう、はい、歌詞もなんかピンクは好きじゃないとか、あの冒頭ですね、そう、はい、パープル似合わない、はい、レッドイズノットマイスタイルディスタイム、こう赤も要は私のはい、スタイルじゃねえと、まあ、なんかこの歌詞の感じを見る感じ、はい、こう強い女性のイメージというか、あ、はいはいはい、多分彼氏か何かがいて、うん、もううんざりみたいな、多分そういう、まあ、英語の歌詞から訳するとそういう感じ、あ、そういう感じなのね。そう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 、はいはいはい、そう。でももうサビのね、もう This is for me、うん、This is for me、 そうそうそう、このブラックメイクアップってこう、うん、そうそう、これ私のためだからとこの黒いメイクアップですね。まあ要はもう、もうそのあんたにはコリゴリだ、ね、そうでしょうね。シンプルになんかダメ王だったからもう関係なくて、はい、もう要はあんたは私のこと分かってないよっていうのをまあ歌詞的にはそういう、要約するとそういう感じにはなる。ああ、なるほどね。そうそうそう、はいはいはい、後悔しろよってさ、ワン・ツー・スリーぐらい、あ、ワン・ツー・スリー、はい、そうそうそう、まあ、こう強い女性のイメージ、あの辺から上がるよね。上がりますね。やっぱこうラララララララ、そう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 、がもうやっぱりこの曲のキーポイントじゃないですか。メイキャップ、そう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 、なんかこうそのダンラランララがこうギターでもこう入ってんですよね。ジャン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 って、そう入るのもやっぱこう肝というか、そうだね、やっぱロックな、そうなんですよ。あのフレーズはやっぱかっこいいんだよなって、かっこいいっすね。非常にこうなんかギターのフレーズに置き換えると、はい、なんかノリがね、より出しやすいっていう、そうなのよ、踊りやすいんだろうなっていうのもあるし、で覚えやすいしね、覚えやすいですからね、うん、そう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 、そうなのよ、非常にインパクトが強いって、そう、ダンスチューンですね。そうですね。ライブもかっこいいじゃないですか。ライブかっこいいですね、これね。ですよね。ええ、途中のこの間奏サビ終わった後のねロックダンスが、そうですよ、非常になんかインパクトもね、そう、こういうね、こうロックダンスナンバーで見せる、ええ、この感想とかで見せるね、うん、この安室ちゃんの、はい、やっぱダンスをしっかり見せてくるってところが、まあやっぱりね、もうね、やっぱりね、こう魅力なんですよ。安室、ね、うん、はい、ちゃんのこのポテンシャルの高さというか、そうですね、やっぱ可愛いかっこいいだよな。いや本当ね、そう、可愛いかっこいいなのよ。なんか久しぶりに話してるけど、久しぶりにね、あのこの安室ちゃんのね企画やってますけど、後悔しかないんだね。話してたら悲しかったもんね。やっぱね、そう、あの本当に、なんだろうな、ライブに行ってないっていうこの愚かさ。いやもうね、ええ、僕ら愚か者だと思いますよ。愚か者ですよ。うん、本当に、こんないい、そんな癖してこんな言ってるわけですから。そうですね。本当に申し訳ないですね。申し訳ないですよ、アムロちゃんファンの方に対してね。いやーこれな、ライブで見れた人は本当に羨ましいな。羨ましいですね。めっちゃテンション下がってんじゃないですか。本当下がってんな。下がってんだけど、やっぱり、いやでもやっぱ好きなんで、好きですね、大好きです、ね、話したいんですよ。うん、そうそうそう、はい、やっぱね、このやっぱカップリングもやっぱレッドカーペットのこのリード、はい、リードチューンも俺やっぱすごく好きで、もうめちゃくちゃ聞くし、まあレッドカーペットでやっぱこのブラックメイキャップはもう全然曲調が違うっていうのは全く違いますね。まあまあ、当然カップリングだからっていうのもあるけど、はい、ええ、そう、まあより楽しめるっていう、そうですね、曲だし、本当そうですね、うん、ライブで盛り上がるし、うん、俺安室ちゃんやっぱこう英語の歌詞多いじゃないですか。英語多いですね。そうだからこう英語の訳とか結構、うん、俺読むと好きだから、ね、好きだから歌詞も面白いし、はいはい、洋楽をちょっとやっぱ、うん、
感じさせる、生で見たかったなっていうのもありますね。本当に、本当そうですよ。です、ね、まあ本当になんかロックダンスっていうんですね。そうです。非常になんか分かりやすく、そうですよ、乗れるっていうのが、ええ、もうこの曲の一つの特徴になります。そうなんですよね。うん、まあそんなね、ブラックメイカですね。ダンサブル、ダンサブル、ロックでね、ロックチューンですね。はい。で次の曲がですね、はい、チットチャットですね。あ、チットチャットね、これミントのカップリングですね。はい、もう、シュウさん大大大大好きな、そうですね、ミントのね、ミントのね、まあ、曲ということで、まあ意味がこれ、まあ、チットチャットで、まあ、世間話とかね、おしゃべり雑談って意味なんですけど、あ、まあ、歌詞の内容も、まあ、要はガールズトークになるのかなっていう感じですね。まあそうですね、まあ、こちらもねノリのいい曲で、まあまあもうポップでアップテンポでね、あの我々やっぱ男性から思うに、うん、はい、やっぱ、まあ、さっきのブラックメイクアップもそうですけど、こちらのチットチャットもね、あの女性のファンがやっぱりすごい好きそうですねな曲だと思うんですよ。もう女性にめちゃくちゃウケるようなリズム、ね、ですよね。そう、曲調、明るさ、はい、うん、内容もやっぱこうやっぱ女の子同士の会話、そう、の会話、そうですね、本当そうよね。いやこれやっぱ、まあ、可愛いんですよ。もう そう、あのね、見ててね、男性の気持ちからしても、そうですね、見ててこの、うん、かわいすぎてです ね、 そうですね、本当になんかこう、へこむ。振りがめちゃめちゃとりあえずかわいいから、あ、そこで目奪われるなっていうのがある。奪われ、これ完全に奪われますよ。うん、ええ、なんかあの、ギターもやっぱりこれ結構効いてるじゃないですか。そう、これもね、あのギター効いてるんでね、うん、そうそうそう、そういうとこも、そう、あの魅力の一つなんです。魅力ですよね。そうなんですよ。そうそうそう、結構なんか要所要所にやっぱそう、そう、 B メロとかね、ギターのこうブラッシングって言うんですけど、あ、ブラッシングって言うんですかね、がまあ入ってて、ね、はい、そう、歪んだギターが、あのサビの入る前ですか、そう、テレレ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 レですね。そこ普通に弾いたらめちゃくちゃ難しいですね、あれ。早いですね、あれ早い、早いよね、早い、そうだよね。あれ普通に弾いたら難しいなと思って、そうだよね、テレレレレレって、まあそこのフレーズだけ切り取ったら、そうそう、まあなかなかの メタル感確かにそうメタル感ある、メタル感もありますね、うん、そうそう。でサビもね、結構あの電子音がやっぱいっぱい入ってるから聞き取りにくいんですけど、すね、うん、普通にギター入ってるんで全然、あ、そう、まあ、だからやっぱりこうサビがやっぱこうキャッチーだし、こう跳ねるじゃないですか、跳ねますね、そう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 、そう、いやー、やっぱ跳ねちゃいますよね、そう、ライブでもこう乗っちゃうような、そうなのよ、そのやっぱその詩とね、そのトーク、ガールズトークのその内容的な詩と、あのダンサブルな感じがこうかなりマッチしてますよね、本当に。俺好きなところが、はいはい、いいですね。Everything that we talk って言うじゃないですか。あ、言う。わかるわかる。あそこが俺好きなんですよ。細っけえな。そこがすげえ好きです。それね、わかりますよ。わかりますか。わかります。まだ結構やっぱ早いから、やっぱこれ歌うのも難しいと思うんだよな。難しいでしょうね。英語はいっぱい入っちゃってるし、ね、そうです。最近本当私よりこうノックアウトされてますよね。そうですね。まあ、私もノックアウトされてますけど、とっくに。だいぶですね、だいぶノックアウトされますよね、だいぶ飽きないんだよな、本当に。本当いいことだ、うん、この時期のやっぱり楽曲が特にやっぱもう、まあ、好きですからね、そうですね、後期の安室ちゃんが一番好きだから、あ、はいはいはい、でライブだとこれあのダンサーあえてこうステージのこう端に行くじゃないですか、はい、端に行ってこうダンサーダンサー一番端みたいな真ん中じゃなくて端に行くじゃないですか、あ、はいはいはい、ちっちゃちっちゃなところ、あ、
ラジオでですね、皆様からのご意見ご感想どしどしお待ちしております。ぜひ気軽にコメントいただけると嬉しいです。またツイッターもやっておりますので、よろしければフォローよろしくお願いいたします。まあ、今回はこの辺りで失礼いたします。はい、また次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。